チョメです。スラリンとか復活してました。では続きやっていきますね。もしかしたら動画は繋がってます。これ前の動画と繋げたらさ、毎回同じこと言ってんだろうね。こっち一応入ってみる。これね、確か水差しがないといけなかった気がする。あ、こっちルートか。水差し手に入れるルートは。じゃあ右下のところに行くんかな。フレアドラゴン、もう逃げよう。2体だから戦ってもよかったかもしれないな。キングさんも完全体制やな。作戦なんぼになった。命、命、呪文を使うようになったのか。いやー、やべえな。2匹だったら戦うか。逆に大変になってる。はい、逃げろ。オッケー。できれば、ベホマンが使ってほしい。ホイミンかーい。またホイミンを出して、作戦、並び替えで、ホイミン歩かして回復させよう。あ、まあ、ベホマン出しちゃったけど、まあ、いっか。入る。適当だ、これは。どうやって行くんだったかな。あ、右の宝箱は取れるね。ちょっと、PS2 版だから、ちょっとスーファミと比べたら難しいんだよ。これでこうやって入って、一回上に入るって感じかな。この上の階段に上がった方が良さそうだよな。右行ったら戻っちゃうもんな。うん、上上がるか。あの宝箱ってどうやって取るんだろう。で、どっかで歩くんだよな、これ。どこでやるんだったっけ。右行ったらあれやしな。左行ってもダメやし。難しいです。あ、これ右だ。そう。こうやって行って下だ。で、こうやって行くんだ。で、この辺で取るところがあるはずなんだけど、どこだったかな。これ一番左はダメだな。上から取るんかな。ちょっと待ってよ。あ、待ってよ。ちょっと待ってね。逃げる。ちょっとよく見ないと二度手間になっちゃうからね。どうなってるこれ。下か。下から行けばいいんか。一番下や。そしたらもうこうやって右に行って、水差しとあれを手に入る。太陽の冠を手に入れた。じゃあ、あとあの宝箱も回収しますね。さっきやったやつ。どうやって手に入れるんだろう。じゃあそこまでちょっとカットするか、宝箱まで。カット、カット。太陽の冠って装備できる？お、強くねこれ。めちゃめちゃ強いじゃん。鉄仮面あげよう。誰かに。ピエールにあげようか。鉄兜だし。ダークローブ。あ、まあ、聖なる水橋と変えるか。はい。じゃあ、行きますね。お待ちください。こうやって行って、ちょっと早かったら大丈夫。動画にしよう。あっちの宝箱を取りたいんだよ、あっちの。あっちの取るってことは、あ、ここで歩くって感じか、途中で。あ、この左のところの階段から右に一回行くって感じだ。なるほど。じゃあ上上がるか。だから左の階段から降りればいいんか。どこある？あー、あったあった。ここの階段を降りて。ちょっと待ってよ。ここ降りて。右に行く。うわ、ぶねえ。これポツンとあるから。これ、ポツンと行って、これで宝箱を取りに行くか。なるほど。よし、取れた。カットせんでいいな。すごろく。もうパス持ってるよ。じゃあ、カット。はい。では、続きやっていこっか。こう、だからこっちが正規ルートか。はい、あった。この扉だね。ここ橋作りたいけどね。橋作っとったら、あのゲマのところにも行かんでよかったわ。クレットドラゴンが戦うか。うわ、やっべ、ホイミン攻撃しちゃった。ホイミン命大事にせんやけ。てか、ホイミン、あれだったもんな。入れ替えるか。いや、めんどくさい。逃げるわ。ごめん。戦ったのは映画。何かと戦うのがめんどくさくなってた。はい、逃げる。戦った方が早かったから。やばい。ザオリクはあるけど。ザオラルか。もう逃げゲーです、後半。ミルドラース倒したらどうせ。あれだからね、セーブした場所からになっちゃうからね。だから一旦リレミットで戻って編集してやる感じ。あれ？まあさ、霊界から話しかけてくれてんのかな。だからここで聖なる水差しを使う感じですね。これか。はい。ようあそこに置いとるな、聖なる水差し。あそこ置いとかんで、ミルドラースが取ってさ、あそこにね、なんでわざわざ置いたんだろうね。あ、ここね、落ちたらね、下に行っちゃうね。あ、わかりやすいね、でも。スーパーファミリーコンピューターわかりにくかったんだけど、宝箱回収しますね。3300ゴールド。
バズか。入れ替えるか。これはさ、戦おう。バズズってすぐ倒せるから。ドラゴンの杖で。結構食らうから。賢者の石もあるし。はい。ね、60ぐらい食らうからね。しかも、結構強い攻撃いっぱいしてくるから、倒した方がいい、これ。逃げ失敗したらやばい、逆に。回復とかもこうやって入れて戦った方がいいよ、バズで。はい。よし。他はないかな、宝箱。一回落ちてみる。上に、上から上がれるから、こんな感じで落ちて、下ってなかったっけ、宝箱。なさそうだね。ないよな。左下気になるけど。まあちょっと後でやっとこう。これメタルキング出るからな、ちなみに。ここ。ここのルート。こっち宝箱ある？じゃあちょっと宝箱までカットするか。あ、逃げれたからいっか。うわー、危ねえ。あったあった、宝箱。メタルキングヘルム、ここで手に入るんだ。マジか。ピエール装備させる？メタルキングヘルム、スライム系も装備できるか。あ、マジか。スライム系も装備できるんか。これちょっと、裏で考えとくわ。うん。スライム系の誰かに装備させるかもしれん。キングス風の帽子って何これ？キムラの翼みたい。じゃあ、ちょっと、メタルキングヘルム、まあ、キングスに使うか。で、風の帽子を、ベホマンは、幸せの帽子で回復させる。ホイミンも幸せの帽子。あんま意味ねえな。スライムに行った。はい。こんなとこにあるんだ。ホワイトキング1体か。まあ、倒してあげましょう。何やった？仲間がおらんのか。お前もぼっちか。ワイファシ。同じだな。777。かっこいい数字やな。はい。ベホマン上がった。あれ、結構みんな上がっていく。シビレンか？スラリンか？5ゴールド。お金はあんま持ってないね。もう死んだ後はお金はいらんみたいだね。落ちてみるか、とりあえず。上から上がれると思うから。結構こっちも階段も結構あるってことが、下の方も見れていいわ、これ。うわー、ガルゴルの方が強いんか、これ。ちょっと待ってくれ。イーターよりさ、ガルゴルの方が強いの、これ。ドラクエ5って。ドラクエ10逆なんだよね。イーターの方が強いんだよね。ガルゴルの方が弱くて。ここでガルゴルが出るってことは、ガルゴルの方が強いんやろうな。真逆なんだね。ドラクエ10と。ちょっと勉強になったわ。あれ、ちょっと逃げえんかは危なかったな。ニフラもやったな、あれは。スラリン。これもちょっと危ないんだけど。やべ、ガルゴルで全滅するかもしんないな。じゃあもう一回上がるか。満タン。ちょっとコントローラーの音がうるさいから、ちょっと離さんやけん、ほんと。いや、メタキンが出たらちょっと動画化できるんだけどな。じゃあ、あと左下やな。こっちも全部、あったあった。この最後の宝箱かな、これが。フレアドラゴン。あ、2匹だから大丈夫でしょ。逃げよう。激しい炎。あ、宝箱は全部回収しときたいわ。もう、戻ってセーブしてミルドラース倒すから、次、宝箱回収しても意味ないから。ミミックか。久しぶりやな。ザラキが怖いな。まあ、いいでしょ。倒せるでしょ、すぐに。まあ、ルカナン使うほどでもないと思うもん。いや、そこそこ強いな。メダル来い。あ、よっしゃー、メダル。まあ、メダルも意味ないけどね。でも今回、スゴロクシステムがあるから、そこでなんか宝物庫行ったら、小さなメダルももらえるからね。これね、ギガンテスね、さっきも全滅っていうか、怖いんだよね、今の皆殺しが。あれでピエール、ワンパンで死んだからね、あれ。これこれこれ、これじゃないか。味方にも攻撃するやつ。マジで怖いわ。いや、目が一つでよかったわ、ほんと。目が二つあったらもっと強かったかもしれん。これどっちに落ちるんだったっけ？これ適当でいいんかな？
ここに落ちたらいけるって感じ？あ、いけるね。ここで上がって。これ、スーファミってちょっと分かりにくかったよね。あー、相手からか。バギクロスは大丈夫や。イカズチみたいな感じか、今。効かなかった。何の攻撃してんだろう。魔法以外は大丈夫だ。ていうか、重そうな冠とかしてんな。よし。上がれた。だから、なんか宝箱守っとるところでリレミットで戻るって感じやな。あー、これが強いんだよな、これが。どっちか、ちょっと戦ってみるか。ベホマンをスラリンに変えて、作戦、スラリン命令させるだよね。自分はドラゴンの杖使って、特技2グラム。どっちが強いんか、カルバの方がなんか爪がすごそうやから、こっち消すか。あ、マヌーサ使うんだ、そっちは。ゴルバ猛毒の霧。53。逃げ失敗したときやばいからな。地獄も積もれば山となるで。ヒットポイントは少ないイメージがあるけど、ミフラム。消す消す。もうあなたたちは消します。倒せると思うけど消すわ、もう。猛毒の霧も使うのか。よーし。もうスラリン大丈夫や。さよなら。ありがとうね、ほんと。ホイミン出しとくか。はい、攻撃。あれ、スラリン、あ、ホイミン攻撃した、今。作戦は命になってるよな。ダメや。作戦、ホイミンは命大事にですね。マヌーサがかかっとるのか。結局、このワイトキング一体になっちゃったよ。まあ、戦闘はカットしたいんですけどね、本当は。いやー、だから、今回の収録で、ドラクエ5の実況は終わりそうですわ、ほんと。裏ボスどうしよう、エスターク。言っちゃったけど。まあ、気が向いたらやるって感じで、とりあえず、ね、全クリでやって、生放送でやるって感じにしようかな、やるとしても。なんか光ってるぞ、この落とし穴。あ、これは戻る落とし穴かな。どっち行く？右から行ってみるか。どっちに宝、同じか。この辺メタキン出ると思うんだけど、出ないか。いや、メタキン出ませんな、ほんと。襲いかかり。2回攻撃強い。ただ、キラーマシン2回攻撃強いんですけど、仲間になった途端1回攻撃になるんですよね。まあ、それでも強いけどね。強いよ、ほんと。はい。いやー、ワイトキングもなんか自信満々に兵器がおるから、攻撃してくるな。嘘、結構逃げ失敗すんな。こんなに失敗するもんなの？いや、逃げって確定じゃないんだ。3逃げとか4逃げで。危ね。では、ドラクエ5ね、実況してる方が楽しいんだけどな、これ、普通に。次、パズルかな？パズル覚えてるぞ、自分。あ、これ右が正規ルートやね。こっち何かある？あ、こっちが正規ルートか。この右側何やったっけ？右側。後から行ってもいいけどさ、宝箱があった場合ダメだわ。ここから戦闘なかったっけ？あ、なんだこれ。呪いのうなぎき。あー、名産品みたいな感じか。これ上に置いてみるか、一番上。名産博物館の後で。それで夜にせんやけんな、名産。あ、ここもうエンカウントせんかもしれん。これ上。ドラクエ4並みにちょっと怖いな。これ落ちた時のやつかね。落とし穴から。このエンカウントしなかったはず、ここ。あ、しないね。やったぜ。これでこそ実況がしやすいってもんよ。ポケモンはゴールドスプレーがあるからね。じゃあパズルやっていきましょうか。この後必ずリレミットをすること。これどうやったっけ？右の方を落とすんだったっけ？これ。さっき右やったっけ？これ。早いね。ちょっとまあごめん。これ一回ね、こっち落として、あっちやったような記憶があります、私は。こっちで、これ落としてね。で、上やって。で、こっちやって。
こうか。はい、簡単でしたね。よし、宝箱、アンクルホーンみたいなやつ。あれ？なんか宝箱守ってるアンクルホーンみたいなやつおらんかったっけ？ミルドラースっけ、もう。違うゲームやったかな？おるはずなんやけど。この次か？いや、ミルドラース行ったらやばいぞ、これ。プレイステーション2版変わっちゃった、もしかして。なんか呪われた大地みたいだね、ドラクエ10の。多分あるはず。あ、ここかな？うわぁ怪しげ。これもうついでやから逃げるか。逃げる。オッケー。運がいいぞ。あったあった。よかったよかった。祭壇だ。グレートドラゴン。まあ、この辺でまあ全滅はしないでしょう。ここであの、リアルタイムアタックやったら、ブラウニーのメガンテの腕輪っていうのが、たまに役に立つんだよね。ちょっとだけタイムを、ね、できることがある。逃げる。はい。じゃあ今回の実況はここで終わりかな。これ、宝箱取ってね。出てきた、出てきた。この石像だったんだ。この宝箱を守るやつは。ねえ、ヘルバトラーか。ヘルバトラーも強いよな、実際。あの、ホイミーじゃない、ビョーマンでいくか。あ、対攻撃にしよう。今度ちゃんとファイト一発とかいろいろ持たしとこう。これドラクエ10ほんと強かったわ、ヘルバトラーが。バイキルトあったらバイキルト使った方がいいんやけどな。激しい方の使うんか。いや、結構強かったフルバッハー使うぞ。大丈夫か。イオナズン。イオナズン強えな。77くらった。オッケー。じゃあ今回の実況はここで終わります。さっきも言ったな。宝箱気になるから宝箱だけやな。はい、なんかもう喋ることがなくなっちゃいました。クソヒゲおやじめその角すごいで、ね、なんか重そうだねでもかっこいいんだろうね。この角がでかいほど持てるかもしれん、オスが。さあ何でしょう。やまびこ追い払うこの牙か。あ、ここで手に入るんやね。じゃあ終わります。失礼します。次回ミルドラースを倒します。ありがとう。チョメです。名産博物館、呪いのうなぎ。もうダメか。こんにちは、チョメです。今日はミルドラースを倒します。と思ったら、なんかメタルキングが出ちゃったから、ちょっとメタルキングをね、倒しますね。はい、作戦、全員、命令させろ。どんどん攻撃や。あー、逃げた。意味なかったな。じゃあ次回、ミルドラースやっていきますね。